はい、こんにちは。210センチ石橋です。せっかく江ノ電に乗ったので江ノ島に行きました。はい、江ノ島を目線カメラで観光したいと思います。何でしたっけ、洞窟、なんか低い洞窟もあるみたいだし、恋人の丘なんかいうのもあるみたいなんで、ちょっとねそういうとこも行ってみたいと思います。タコせんべいだって。あ、でっかいのがある。買ってみようかな、タコせんべい。はい、タコせんべいだそうです。500円。500円。薄っって感じ。うん、なんだろう、タコじゃないけど、なんかエビ満月ってお菓子あるじゃないですか。あ、はい、似てます、はい、丸いやつ、はいはい、あの味します。へえ、うん、ちっちゃい頃食べたような味ですね。はい、大きい、ちょっと多いです。はい、急に海が近づいてきたのかな。人が急に増えてきましたね。ここは大丈夫そうだな。ここは2メートル、うん、2メートル、あ、もっと2メートル50ぐらいあるかな。うん、セーフ、セーフです。あ、全然セーフ、嬉しい。全然セーフです。200、うん、40、50ぐらいかな。東浜、西浜。はい、というわけで洞窟に向かうためには江ノ島弁天丸というのを船に乗っていくみたいです。なんでちょっとね船に乗って行ってみたいと思います。弁天丸どんな船なのか、俺が乗れるかな。はい、行ってみます。楽しかったですね。いいですね。いいな、久しぶりに船に乗ったかな。はい、船を降りてから海岸線、岩場の海岸線、海岸線を少し歩いて洞窟に向かいます。はい、乗っかんのかな。あれ、こっち上がるんだな。岩屋に行くところですね。はい、あと3分で行けるそうです。はい、行ってみます。なかなか赤い橋の向こうに海というね、非常に素敵なロケーションがあって、まあ、洞窟みたいなところに入ります。これ並んでるのかな。江ノ島岩屋、第一洞窟と第二洞窟があるんですね。江ノ島は古くから竜神信仰の地として栄えました。洞窟内に姿を現した竜が訪れる人を待っています。なるほど、
弁財天信仰より江頭神社発祥の地。今日ね、7月22日はね、巳の日なんですよ。巳の日って弁財天様なんです。なんかちょっとあれですね、運命を感じます。なんか素敵な洞窟になってますね、いろいろ。横にはいろんな江ノ島の説明があったりして、はい、あ、2だけど1個でいい。そうですか、はい。だんだん手だけになるからね、お客さん気をつけて頭ぶつけないように、ね、いってらっしゃい、はい、いってらっしゃい。手で持つろうそくを渡されました。こんなやつです、はい。これを持って洞窟の雰囲気を楽しんでくださいというところですね。よいしょよいしょよいしょ。あー、天井ギリギリです。やばいやばい、頭上注意が完全にアウトです。やばいやばい、左から行った方がいいのかな。左から行きます。うわー、これやばい、これやばい、よいしょ、やばい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 、あ、無線カメラできないだってもうこれ目線だとってもうこれやばいですね。うわー、もっと低くなるのかな。ここが一応ゴールなのかな、左の。はい、ここが日蓮上人の寝姿石、日蓮上人さんが寝てる姿の石ってことですかね。へえ。嘘じゃん、嘘、かわいそう、火あるの、え、見てるところにいるの。中さん、約何センチかな、170? 180ぐらいですかね。180ありますよ、はい。それにしてもこれきついな、うん、あ、顔揺れる、早く出たい早く出たいよいしょ。お、ここ江ノ島神社発祥の地。あ、しかも声がすごい響く。ありがとうございます、戻ります。さあ、ここからが第2岩屋です。第2岩屋、うわー、なんか低くなるのかな、これも。はい、なんか素敵なライトアップされてますね。素敵な、なんかなんていうんですか、灯籠っていうんですかね。第1岩屋はね、結構とても天井が低くて大変でしたけど、今のところ第2岩屋は素敵な感じですね。名前がしたんですね。なんかちょっと第一岩屋が本当になんか岩屋って感じでしたけど、こっちはなんかあれですね、少しテーマパーク風なライトアップがされてる感じがします。はい、友人様の前で手を叩いてみて何かが起こるかもだそうです。手を叩いてみますね。よいしょ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 、 OK、 開放。ああ、なんかいいですね、光が。よしよし、これで終了ですね。ああ、外が明るい、よいしょ。はい、ありがとうございました。いや、なんか江ノ島いいとこですね。
待ちぶらしててもいいですし、こうやって船に乗れたし、最後岩屋ちょっと低くてしんどかったですけど、でもまあまあすごいいい観光地かなというふうに思いましたね。なんかたくさんいろんな人が楽しんでいらっしゃるので、ぜひね皆さんも一度、あの海だけじゃなくてそういうところも非常に楽しいところたくさんあるので、ぜひ江ノ島に来てみてください。チャンネル登録お願いします。